とはアメリカの美術家。広告などを題材とした作品で知られ、ポップアートの画家、主相者の一人とされる。ローゼンクイストと表記されることもある。中学校時代に短期小学生の資格でミネアポリス美術学校で学び、引き続いて1952年から1954年までミネソタ大学ツインシティ校でへの勉強をした。1955年、 ニューヨークに移り、アートスチューデンツリーグオブニューヨークの小学生となった。1957年から1960年まで看板画家として生計を立てる。それは後にポップアートシーンで名を馳せる画家にとっては、うってつけの修行でもあった。1960年から、ローゼンクイストは、看板書きのテクニックを巧みに応用して、巨大な絵を描き出した。 他のポップアーティスト同様、ローゼンクイストも広告と大衆文化の視覚的言語を美術の文脈に適用させた。ローゼンクイストが国際的評価を受けたのは1965年の部屋いっぱいに書かれた F-111 だった。ローゼンクイストは断片的で奇妙に不釣り合いなイメージを取り上げ、それらをカンバスの上で組み合わせる。 重ねる、並べるなどして、視覚的なストーリーを作り上げる。より抽象的、挑発的な方法で描かれた、ユーホール社のトラック、オキシドール洗剤の箱といったよく生活の中でよく、見かけるオブジェが、見るものに息もつかせず訴えかける。絵画に加えて、ローゼンクイストは巨大な版画、スケッチコラージュも数多く制作している。例えば、タイムダストという版画は、 約2.1メートル X10.6 メートルという大きさで世界最大の版画と考えられている。ローゼンクイストはこれまでいくつかの栄誉を受けている。例えば、1963年のアートイン、アメリカヤングタレント USA への選出、1978年のナショナルカウンシル・オブ・ザ・アーツの評議会就任、1988年と2002年の、 アカデミー・オブ・アチーブメントのゴールデン・プレート・アワード受賞など、ファンデーション・クリーストバル・ゴブロンは世界文化に対する功績に対して年間国際美術賞をローゼンクイストに授与した。1972年にはローゼンクイストにとって初となる回顧展がニューヨークのホイットニー美術館を呼び、ケルンのバルラーフ・フリハルツ博物館で催されて以来、 ローゼンクイストは、アメリカ内外のギャラリー、美術館の注目の的となった。大規模移植作品の制作は続けられ、その中には、ベルリンのグッゲンハイム美術館のためのエコノミストの3枚続きの、絵画、ザ・スイマー、パリのシャイオグーの天井画のために計画された絵画がある。ローゼンクイストはこれまで、刺激的な方法で進化し、 また若い世代の美術家たちに影響を与え続けてきた。作家ダグラス・クープランドがポラロイズ・フロム・ザ・レッドの一章でローゼンクイストの F-111 に言及しているのは興味深いことである。ありがとうございます。